はい、ワッツアップこんばんは。ノリチューブのお時間です。お疲れ様でした。本日のライジン28ですけれども、感想を、2、3試合だけお話ししたいと思います。まず予想動画上げたんですけども、最初の試合、斉藤豊 VS、ブガール・ケラモフ選手。まあ、これ結構ね、物議を醸す判定決着になりましたけども、まあ一応予想通り斉藤選手の勝ちということになりました。僅差で、斉藤選手の勝ち当たりました。これで、一応まあ勝った理由としてはちょっと本当に微妙だと思いましたけども、ケラモフ選手はタックルでね何回も、攻めててテイクダウン取ったけども、まあ斉藤選手はすぐ立ち上がるっていうのを繰り返して、その後のなんかグラウンド行ってからの攻防っていうのはなかった感じなのと、それに対して斉藤選手は2回ちょっとダウン気味に効かせた打撃があったのと、あとイエローカードがありましたよね、ケラモフ選手に。1ラウンドだったかな。ちょっとそれなんでだったか忘れたんですけども、まあイエローカードがあって、まあそれが判定に響くんだったら、まあ影響あるんだったら、まあそういうこともあるかなっていう感じですね。斉藤選手と朝倉未来選手の時も、朝倉選手がロープを掴んでイエローカードがあって、まあそれが反映されてるんだったらそれはまあそれでいいかなと。やっぱり今までちょっとそこがかなり緩すぎて、まあ掴んじゃった、まあアクシデントに見せかけて掴んでも掴んだものが得しちゃうっていう感じが見受けられて、ちょっとストライカー有利、寝技師の方が不利な感じがあったので、まあ、今後こういう風になっていく、厳しくしてくれてるんだったらいいなと思いました。まあ、そして、もう一試合の朝倉未来 VS クレベル小池ですけども、これもやっぱり、予想した通りで、クレベル小池選手が勝ちました。で、その、今回注目してた、今までね、朝倉未来選手結構かなり、まあ、八千戦でも、ロープ掴んで、まあ、たまたま引っかかっちゃったのか、引っかかったように見えたように故意なのか、ちょっとわからないんですけども、ただ、結果的に注意されることも多かったので、まあ、今回掴まないでくれたら、まあいいなと思ったんですけどね、個人的に一ファンとして。まあ、それがなかったのが良かったなと思いました。そうするとね、やっぱりテイクダウンも結構取られてるように、その、掴んでる時よりは、やっぱり、テイクダウンされてるように見えました。まあもちろんね、小池選手が強いのかもしれないですけども、うまいっていうか。で、1ラウンド、朝倉選手が効かせてた、なんか、パンチと蹴りで、蹴りもなんか、三日月蹴りみたいのが、ボディに入ってて、クレベル選手、なんか、お腹のあたりを抑えるっていうか、ちょっと触るような感じだったんですけども、やっぱりそれがね、フェイクで、その、すごくやばいふりをしてきたら、まあ、引き込むか、もしくはちょっとダウン気味に自分から倒れて相手が追撃してくれたらそこで寝技で仕留めたいっていう、そういう作戦なのかちょっとわからないですよね。本当に苦しくてやられちゃいそうなのか、罠なのか。だから結局、朝倉選手は、追撃しないっていう感じがあったんですけども、まさにそんな感じですね。で、打撃も結構蹴りなんかローキックなんか当ててたし、まあ、本当うまいのか、その辺は。あんまり下手なのかちょっと分かりづらいっていうか、まあ上手いのかもしれないですよね、ある意味で。で、1ラウンドそういうのがあって、で、最後は、ロープにまた押し込んでって、小池選手がね、押し込んでくっついた状態。で、朝倉選手はその、テイクダウンのディフェンスをしてるときに、強烈な肘がね、なんか下の方から、なんか上に上がってくるような強烈な肘を当てて、まあそこで目の単行部になってましたけどもね、朝倉選手が。で、それもあって、まあ、ちょっと1ラウンドもずっとしのいて、神経疲れて集中し続けてたので、まあ、その体力的なことと神経的な疲れと、両方があったのかなと思うんですけども、で、小池選手が、抱っこされるようにね、自分からコアラみたいな感じで引き込まれて、で、上になったんですよね、朝倉選手が。で、上になって、コーナーのあたりだから、まあ、後から、インタビュー聞いたら、朝倉選手は、まあ、コーナーだから決められないと思ってたと言ってたんですけども、でもちょっと油断があったって本人言ってますけども、そこでやっぱり決められちゃうんですよね。それで失神落ちてしまうっていう、それで終了になりましたが、まあ、前回のクレベル選手の戦った、
真島選手ですか。真島選手も2ラウンドかなんか、コーナーのところでちょっとまあ油断したのかまあ油断っていうかね、やっぱりコーナーだから決めづらいと思ったんですかね。でもそういうそれで決着ついたのを見てれば、まあコーナーでまた同じようにね、同じような場所で油断しないんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりその油断させる何かがやっぱり小池選手にもあるのかなと思いました。まあそうじゃないかもしれないけど、まあちょっと同じような感じでしたね。ちょっと真島選手とコーナーの決められないだろうっていうところで決められて、でまあそれは衝撃的なあの結末だったんですけども、まあ個人的にやっぱり気になったのは1ラウンドの打撃がどれぐらい本当にもうあわやもう危ないっていうギリギリのところだったのか、全然大丈夫だったのか、まあ小池選手の反応見てると本当わからないですよね。まあ騙しなのか本当なのか、まあそこは気になりました。それと、あとまあ那須川選手3人戦ったんですけど、まあそれはちょっとゴミ高則かボビーオロゴンって予想したんですけど、まあそれは外れちゃいましたね。所秀夫選手、まあそこが来るとはちょっと思ってなかったんですけども、でもウエイトも近くて、まあ総合の選手としてもね、パンチの練習とかもしてるんで、もうちょっとあれかなと思ったら、思ったよりやっぱり那須川天心選手が圧倒してて、まあスピード違うっつってもあんなに差があるっていうかね。しかも那須川選手は3ラウンド目で疲れてて、所選手が最初のラウンドなんだけども、それであそこまでの違いがあるっていうのびっくりしました。あと広谷選手もね、2人目の、まあウエイト差があんな10キロ以上あって、あんなダウンまでさせるとはね、びっくりしました。まあといってもやっぱり、まあ、茶番は茶番みたいな試合なんで、そんなにすごい感動するとか真剣に見るっていう類のものとは違うのかなって思いましたね。それから、ライジンの3試合目、チャンピオンが3試合目、斉藤選手が3試合目で、実績的には劣る朝倉選手がメインイベントっていうのも、ちょっとやっぱり、まあ、ジャズじゃないですけどもね、その実力と本当の強さの実力とその知名度っていうか、その集客力があるところのバランス、実力がその2の次3の次の扱いっていうのがちょっと残念かなとは思いました。でまあイエローカードに関してですけども、まあ2試合目かな、渋沢翔馬選手と須田理央剛選手でも、なんか多分ね、1ラウンドぐらいに渋沢選手がテイクダウン行こうとしたら、あの須田理央選手がロープ掴むか引っ掛けた、まあ引っかかっちゃったのか、まあでも引っかかったように見せて引っ掛けたのかもしれないなって思うシーンがあって、まあそれイエローとか出なかったと思うんですけども、それはやっぱりもし1ラウンドでテイクダウン取れてたら、だいぶあのもしかしたら決着とか早い段階で終わってた可能性もあると思うので、まあ斉藤選手もなんかあったかな、ケラモフ選手引っかかっててなんかテイクダウン本当は取れてるのかなみたいな、だからまあだいぶね試合を左右することもあるような感じがするので、で今回は今まで以上にその厳しく見えて、もしかしたらそれが朝倉選手のプレッシャーになって、まあ本当につかめなかったのかもしれないし、まあ関係ないかもしれないんですけども、まあ、ただ個人的にはそういうロープをつかむ行為、まあ引っかかっちゃったもその実力にしてもいいかなと思うんですよね。まあ本当勝手な意見ですけど、引っかかっちゃったアクシデントでもそれは引っかかっちゃった人の責任っていうか、あの実力ということで引っかかっちゃってもマイナスぐらいでもいいのかなと。じゃないとやっぱりグラップラーとか不利なんで、一つのチャンスってものすごい試合を左右させると思うので、まあそれだったらいいなと思いました。まあ、感想はこの試合、だけにさせていただきますけれども、まあ予想、3つ予想したうちの2つ当たったっていうことで、まあ小さなちょっと自慢と、あと他の試合ですね、全ての試合が本当に素晴らしくて、まあ、こんなコロナで大変な時ですけども希望を与えてくれたなと思いました。そして一番最後のメイン、朝倉選手ずっとこういう何ですか、成功のサクセスストーリーを作ってきて、 YouTube でも成功して、でこれ勝ったら本当にすごいっていうか、まあ、1ラウンドだったらあわやっていうシーンもあったので、まあ、これでもし勝ってたらすごいことになってましたけれども、
まあ朝倉選手に限らずね、やっぱりなかなかうまくいかないっていう、ここまでいろいろ上り詰めていってもやっぱり思うようにいかない、やっぱ試合っていうか人生はやっぱり厳しいことがあるっていうか、厳しいことの方が多いのかもしれないですけども、まあこれ音楽でもジャズでも全く同じかなと思うんで、まあそのね、これ見てくれてる皆さんも、まあうまくいかないこととか辛いことの方が多いか感じてる方もいると思うんですけども、まあみんなそうだから、まあそれでも全然いいっていうか、やっぱり歩き続けることが大事で、あの負けないことが大事かなと、まあ、そんなメッセージもちょっともらえた感じがしました。はい、今回は Ryzen 28の、ピックアップした試合の感想をお伝えさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。 Thank you. バイバイ。